おはよう。一応ちゃんと昨日多分7時って言ってたんやけどそうもう X 昨日夜 X が上げられへん状態の時にもうそうそう予約したのよ。もう X 朝さ何分からしますっていうのをすぐできひんからツイートあやみまだめっちゃトラック取ってて思うから一応予定には入れておいたんやけど体調崩し寝込んでます、お気をつけてお大事にかお大事にやけど予定に入れてた時間よりも思ったよりちょっとだけやけど早くできました。おはようございます。結局タコ票タコ票多分票タコか票タコ多分なあれ期間中に多分何個でもやと思う。そのあやみの今の個数的に多分てかさ準備しながらさ網の配信見てたんやけどさ誰お寝坊って言った人お寝坊やけど今日は違うからそうちょっと画面見てないから誰か分からんけど普段年末の役から見てなかった普段の年末のあれしか入れてへんからちょっと分かった犯人が分かりましたこのちゃんがタコキャラを奪うわけではないんですけどそうなんですけどとりあえず何グラをします今日は。はい、あゆみさんはいつでもどこでも見てますよ。はい、あみの配信は結構見てる。そういつもさ同じ時間に始めるから見られへんけど今日はそうちょっと準備しながらラジオ感覚で聞いてました。あみちゃん夜ごとさあみはめっちゃ夜型てか夜型っていうか朝が弱いんかな。夜は一般的なあれやとは思う。ちょっとこれ消して何グラそうちょっとあんまり時間もないしある程度は考えてきたんですね。何グラです。ちょっとテロップにも入れとこう。オッケー。てかなんかさあシンデレラやってるの今シンデレラコラボやってるの鳥取太郎さんがめっちゃ謝ってるいいですよ全然佐々木さんの遺伝まそうやなママもうん朝弱いのが遺伝した。昨日ママ昨日泣きすぎて大丈夫かなめっちゃ泣いてたん泣いてたっていうのはあやかさんから聞いたけどどんぐらい泣いてたか分からへんな。僕も時間見てなかったからあれと思ってたんですよねごめんなさいそうちょっとすぐツイートできひんからもうなんとか誰かしらは見てほしいという願いで予定に入れましためちゃ22時には寝てるイメージそんなでも小学校の時は小学校中学年ぐらいまでは9時までには寝るっていう9時に、ま、9時まで寝るっていう約束はあったママと、うん、でも NNB 入ってから毎回同じ時間に寝れるとは限らへんからなくなったし見たよよ来てあよかったです。
あみちゃんね、テレビで一番応援してる。おお、ありがとうございますだね。うん、なんかもうほんまに最近は絶対何時に寝るみたいな決まってへんかな。早くて10時とかかな。そうなんです。で、何だっけ、そう、何グラや、新しいお肉の部位。結構なんかみんな自分とかけてること多い気が。そう、てんちゃんのめっちゃ好き。泣きそうになるとトークで笑い泣きされた。悔しいけど楽しいやつね、それ。関西弁かわいいね、ありがとう。そう、まあ関西育ち関西生まれ、ん、逆やな、大阪生まれ大阪育ちなので、はい。サスキ B2 の飛行機雲は泣いちゃう、それな、ほんまにエモすぎ。てかエミがさ、めっちゃ行ってた公演やし、まあそのキュンマートから行ってはいたけど、もう B2 南海公演もめちゃくちゃ行ってたから、特上ギャルビー何だっけ、確かまず元が骨付き、骨付きなんとかボーン、なんだっけ、なんだっけ、なんとかボーン。てかボーンってさ、骨ってことなんよね。骨付き骨いく、おもろいですわね。お題は新しいお肉の部位を見つけたみたいな。行ってきます、またね。あ、早いね、いってらっしゃい、頑張って。骨、あ、そうそう、骨付き T ボーンや。 T ボーンって英語なんや。おう、やみつき、これどう？ヒヌガサーロイン。ヒヌガサーロイン、確かに。あやみサラミ。サラミ、ああ、サラミか。鳥のハサミの近くで発見、あやみ。ん？ああ、食べる食べる食べる。T は、あ、鉄人の T ってこと？やみつき T かっこ鉄人ボーン、やみ T 鉄人の T、 ちょっといいかも。どうしよう、確かにやみつき T ボーンにして、やみつき T かっこ鉄人ボーン、なんかあんまりみんながさ使わなさそうなやつ使いたいよな。ターンはもうおったやろ、でカルビーおるやろ、サーロイン、サーロインやったっけ、結構そう、キノガサっていうだけで確かに。バラバ、あ、じゃあ V っぽいわ。
骨付きと闇付きが似てるからこれはこれにしたくて、いやもう料理名じゃなくても闇付きっていう部位にする。そう、もうそうする、料理名じゃない。うん、ハラミ、タン、タンを誰かも使ってたな。シャトーブリアン、シャトーブリアンってさ、米も悪くない？え、あやみが思ってるやつ食べ合ってるかな。あ、ハラミも使ってんか。あらら、あ、みかなさんが使ってるのか。メガネ、メガネ、ネクタイ、シンシン、待って、シンシンさんやん。シンシンさん、メガネなかけてる人じゃないからな、普段から。普段も何もなしやし、公演の時はコンタクトやし。あ、シンシンさんが腹耳、あ、メル耳ってこと。あ、なるほどね、かわいい。シンシンさん食べれるらしい、サーロイン。わあ、メル耳を腹耳にしたんか。なんか一気に変わっちゃったな。はい、とも三角、猫三角、あ、とも三角とかあるんや。マジで聞いたことないお肉の部位めっちゃ出してくれるやん。すごい、そんな、なんで知ってんの。おもろいな、なんかみんなおもろいな。なんかめっちゃ鳥鳴いてるし、ちょ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 、どこここめっちゃどこ行っちゃった。頑張って一番上に戻ります。はい、ただいま。V の話。ちょっとね、問いになる、とかな、問いになったら呼び方変わったりするし、確かに確かに高しすぎる。それは何しよう、何ちゃうちゃう、何な、何よ。島町、あー、お近くで発見、と星になってる。何一応かな。タコランキングぶっちぎり。え、そうなんですよ。ありがとうございます。皆さん。上何みのや、上な、何やったっけ、上みのみの。あやはらはもうパラパラすぎる。めっちゃパラパラやん。そう、若にゃんさんも隅のやから、そう、雨が木の笠にしたらかぶっちゃうの。
しかもそうミノもおるしな。デグマ超やばい。おもろ。なんかだからもうやみつき使いたいからな。何グラムずい、それはそう。確かに。じゃあやみだから、あ、まだ結婚はしてないからな。約束はしてるから、あやみもスミノを使っていいってことになるよね。お、497や。もう早い、あと3日。え、もうそんな、そっか29やもんな今日。やっぱあれよな、あやみってさ、ママ V にしちゃう。もうやばい、やみつきは結構好きなんよな。あ、宮谷総新聞。え、じゃ子供っぽいってこと？子供。確かにソーセージって結構ちょっと子供なイメージあるけど、お弁当とかに入ってるしな。なだれちゃった。あ、宮谷で行く。あやみつき、え、じゃあ、あやみつき。あやみつき。あやみ要素をふんだんに使うには、あやみつきとやみつきかけて T かっこ長いな。まあでも実際こんぐらい長いのがあるわけやもんな。これど、あの下の方、もう料理になっちゃった。ハンバーグはひき肉やからな。豆な。まあでも V もおるんやもんな。こうやって、そうやで、あやみ、ちょっとあやみつき、あやみがついてくるとやみつき。すごい。てか何グラ、何グラちゃうわ、何グラや、何グラやつちゃんと順位出るんよ。1位51位やっちゃう。1位、よし、ひき肉です。待って、急きみんなで取ったなあ。やみつき、あ、やみつき。あ、もうあやみ、あやみが離れちゃった。これ結構好き。あやみつきもやし、 T はね、鉄人の T やから。ちゃんとかっこ鉄人って書かないと。ここ重要、かっこ鉄人重要ですからね。よし、これにしよう。いろんな方の、そう、今回はちょっと、まあまあまあ、今回はまあ数人の方の意見を、はい、これです。まあでも、もしこれで、そう、あやみはあれ、あれも頑張るから、表だこも頑張るから、頑張るってか、あやみが頑張るのか分からへんけど、まあまあ
ヒョウ柄タコさんでも頑張るので、骨付きの骨、そういうこと、元はそういうこと骨付き骨肉ってこと、元のあれは。はい、ということで決まり、ヒョウダコは何グラ終わるまでやから、明日までか、明日の夜までかな。塩付き骨付き、やばいそれただのケイトさんや、かわいい、ちょっと消えかけてる。ティーボーンは背骨のお尻側、下の方ってことか。一応ちゃんとした部位ではあるもんな、ティーボーンって。配信11月29日金曜日7時5分ぐらいやったかな、今日確か。ちょっと急いでたから時間見てなかったけど、で今日の1位はで、猫描いて、ちょっとまたこのツイートは夕方にしますね。何グラ、豆描いて、ゴマ描いて、ほい、了解、お願いしやすです。もうね、朝ねすぐできひんから、ツイート朝できたら何グラ終わった後に結果発表って言ってできたけど、あれいつもオレンジってどこやったっけ、アバターか、結果発表、はい、ということで誕生日見ます、はい、いきます。13位、あ、マサノさんありがとうございます、いないですね、もう。12位タズニアさんありがとうございます。11位デカモチビトさんありがとうございます。10位ナルさんありがとうございます。9位炭酸せんべいさんありがとうございます。8位新 SO さんありがとうございます。7位ジョさんありがとうございます。6位風呂敷さんありがとうございます。5位ロドリゲスさんありがとうございます。4位高政さんありがとうございます。3位おでん屋さんありがとうございます。いい、安部さんありがとうございます。そして1位はムージョさんでした、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。うわ、なんかかわいい、ムージョさんリオピみたい、リオピみたい、水色やし猫やし、学校頑張って、ありがとう、頑張ります、今日も学校、明日は休み、土曜日だよ明日は、みんな。そう、あとは今日は金曜日なので今日までですよ、あのイベントの申し込みが。さ、大阪が2部追加になったので、ぜひ会いに来てくださったら。テストも終わった先週ぐらいに、先週ぐらい、先週か、今日の15時までですね。
はい、かけた。2月、そう、2月23の今日の一話、まーちゃさんでした。ありがとうございます。パッチパチパチパチ、はいはい。ということで明日は土曜日なので8時半とかかな。なんか先週さ、そう、朝できひんかったからめっちゃ久々の8時半な気がする。はい、ということでまた明日もよろしくお願いします。じゃあありがとうございました。またね、バイバイ。明日8時半だよ。バイバイ。